はい、ということで3つ目の話としては、コペル君たちは空き地で野球をしてるんですけれども、野球のボールを受け取るときに重力のことを考えて、話はニュートンの話になっていくんですよ。はい、ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て何かピンと感じるんですよね。彼は想像の中でそのリンゴの木をどんどん大きくしていくんですよ。例えば10メートル高かったら同じように落ちてくるのか、まあ落ちてきますよね。じゃあ100メートルまで高かったらどうかということで、どんどん高くしていくんですよ。そうやって想像の中でその木を高くしていくうちに、ついには月の高さまで行ってしまったと。そこでハッと立ち止まるんですよね。リンゴは想像の中ではですよ、どんなに高くしても落ちてくるんですよ。ただ月は落ちてこないじゃないですか。そこでおじさんが言うんですよ。これはノートじゃなくて実際にコペル君に直接言うんですよ。だから当たり前っていうものが結構くせ者で、一つの分かりきったことをどこまでもどこまでも追いかけて考えていくと、物事の大事な根っこの部分にぶつかることがあるんだ。だからつまりおじさんとしては、それが当たり前だからといって、常識的なことだからといって何も疑問を持たずにいるんじゃなくて、何事にも考えていくことが大事だよっていうことなんですよ。でその後コペル君はお母さんの料理の手伝いをしているときに、棚の上から粉ミルクが落ちてくるときにふっと考えるんですよ。この粉ミルクがここまでたどり着くまでの道のりをずーっとずーっと引き伸ばしていくと、いろんなところが見えてくるんですよね。その粉ミルクはオーストラリア産だったみたいで、だからオーストラリアの牧場から始まって、オーストラリアの牛、粉ミルクを作る大きな工場だとか、港やそれを運ぶ船に関わる人たち、日本に入ってからもいろんな人たちが関わっていくじゃないですか。コペル君はこの発見を人間分子の関係、網目の法則というふうに名付けるんですよ。でコペル君は得意げになって、それを手紙に書いておじさんに送るんですよ。そしたらおじさんからノートで、それは生産関係って呼ばれるものなんだよっていうふうに言われちゃうんですよ。まあね、そのあたりのことははっきり伝えていかないとダメですよね。ただやっぱりおじさんも言うんですけれども、その考えること自体、その精神が大事なんだよっていうことなんですよ。君にとって必要なものを作り出すために実際に骨を折ってくれた人々と、そのおかげで生きている君がどこまでも赤の他人だとしたら、確かに君の感じた通り変なことに違いない。変なことには違いないが、今の世の中では残念ながらそれが事実なんだ。人間は人間同士、地球を住んでしまうような網目を作り上げたとはいえ、そのつながりはまだまだ本当に人間らしい関係になっているとは言えない。だからこれほど人類が進化しながら、人間同士の争いが未だに絶えないんだ。まだ物質の分子と分子のような関係のもので、人間らしい人間関係にはなっていない。では本当に人間らしい関係とはどういう関係だろう。君のお母さんは君のために何かしてもその報酬を欲しがりはしないよね。君のために尽くしているということがそのままお母さんの喜びだ。君にしても仲のいい友達に何かしてあげられれば、それだけでもう十分嬉しいじゃないか。人間が人間同士、お互いに好意を尽くし、それを喜びとしているほど美しいものは他にありはしない。そしてそれが本当の意味で人間らしい人間関係だと、コペル君、君はそう思わないか？はい、ということで物語はいよいよあの冒頭であった事件当日を迎えます。まあこれは端的に言うと、いじめっ子の山口くんっていう人がいましたよね。それを正義感強いコペルくんの友達ガッチンがそのいじめを止めに入ったんですよ。これがかの有名な油揚げ事件ですよね。これには続きがあって、山口くんのお兄ちゃんに上級生がいたんですよ。で山口くんは自分の兄ちゃんに言うわけですね。あいつ生意気だからやっつけてくれっていうことを言うわけなんですよ。でついにその日を迎えるわけなんですけれども、まあその日雪が降ってたじゃないですか。上級生たちが雪だるまを作っていて、それをガッチンが走ってる途中に当たってしまって壊しちゃったんですよね。それで上級生がやってくると、で山口くんも出てきて、あこいつだよあの生意気な奴らはっていうことで、なるほどと、こんな生意気な奴らは我ら上級生が指導してやらんと学校の規律が乱れるということで殴られるわけなんですね。で実はこれより少し前にガッチンが上級生から狙われているっていうことになって、コペル君たちが話してる時に、いざとなったら僕らでガッチンを守ろうよっていうことをコペル君が言い出すんですよ。で他の何人かもそれに賛同するわけなんですけれども、いざその場面になったらコペル君だけが足がすくんでしまって
どうしても一歩が踏み出せなかったんですよ。結局最後まで踏み出せずに物分かりになっちゃうんですよね。でお家に帰ります。そしたら熱があるっていうことでコペル君は寝込むわけですよね。もうコペル君は後悔の念が止まらないんですよ。もう自分なんて死んでしまえばいいと、そこまで自分を責めてしまうということまではお話しいたしました。そしたらお母さんがやってくるんですよ。でコペル君が寝ている布団の脇に座って、ここで編み物していたら迷惑っていうことを聞いてくるんですね。え、うん、平気だよ。コペル君は布団の中で本を読みながら、僕が大事な友達を裏切ったっていうことを知ったらお母さんは悲しむだろうなっていうことを思ってるんですよ、心の中で。そして少し間が空いてお母さんが言うんですよ。こうして編み物をしているとよく思い出すことがあるっていうことで、お母さんの20年前の話なんですけれども、お母さんが神社に行くまでの長い石段を登っていた時に一人のおばあさんがいたんですよ。自分より先にもう石段の中くらいにいたんですよ。でこう見ていると杖をつきながら、まあ荷物を持ってるんですよね。でやっぱりおばあさんだから少し登っては荷物を置いて休んで、それからまた少し登っては休むっていうことを繰り返してたんですって。その状況を見てお母さんは、あ、手伝ってあげようかしらって思うんだけれども、なかなかそのタイミングが見出せずに、あ、次荷物を置いたら声をかけようっていうふうに思っていたんですけれども、ついにおばあさんはその石段を登り詰めてしまったんですよ。でその時お母さんはどうして行動に移せなかったんだろうということで、なんか情けない気持ちになっちゃうんですよね。そのことがずっと心に残っていると。それでコペル君は聞くんですよ。それを忘れられなくて嫌な気持ちになる？うん、そんな自分にお礼を言いたいくらいよ。自分の中に少しでも綺麗な心が湧いてきたら、今度こそそれを活かせなきゃって背中を押してくれることがあるから。もしかしたら純一さんにももっともっと大きなことでやるべきことをできずに後悔することがあるかもしれない。でもね、たとえその時は苦しくてもその経験は忘れてはいけないの。これからの長い道のりの中できっと何度も背中を押してくれるから。ということでコペル君はお母さんがおじさんから友達を裏切ってしまったことのいきさつを聞いて、わざわざそんな話をしてくれたんだっていうことを知るんですよ。でその後お母さんがまた持ってきてくれるのがおじさんからのノートっていうことになるんですよ。そしてコペル君はこのタイミングでおじさんからのノートを手にして、今までのことだから、おじさんが引っ越してきてコペル君が街を案内してデパートの屋上に行って人間は分子みたいだねと言ったあの日から、油揚げ事件やニュートンの話やナポレオンの話が書いてあったということなんですよ。でコペル君はその翌日から学校にまた行くことを決心するんですよね。それからガッチンをはじめとする友達にきちんと謝ろうということになるんですよ。そしてコペル君はその後無事に仲直りができて、その後こんなことを考えるんですね。世の中を回している中心なんてもしかしたらないのかもしれない。太陽みたいにたった一つの大きな存在が世の中を回しているのではなくて、誰かのためにっていう小さな意志が一つ一つつながって僕たちの生きる世界は動いている。そして最後に著者でもある吉野源三郎が語りかけるんですよ。コペル君はこういう考えで生きていくようになりました。そして長い長いお話もひとまずこれで終わりです。そこで最後に皆さんにお尋ねしたいと思います。君たちはどう生きるか。はい、ということで以上となりますけれども、皆さんいかがだったでしょうか。これね、私としては結構面白かったですね。そしてこの物語を知った上でもう一度ジブリのあの映画君たちはどう生きるかを見てみたいと思いました。確かにネットとか見ているとあの本を読んでから映画の中の主人公真人くんは行動が変わってるんですって。確かにそうなんですよ。初めは映画の方の主人公ですよ、真人くんはちょっと物事に冷めてるような子だったんですよ。でもこの本を読むことによってあの映画の中の真人くんも行動が活発になってってるんですよ。それと同時にやっぱり宮崎駿先生というのはものすごい人だなっていうことを感じました。あの映画君たちはどう生きるかはやっぱりこの原作がありきの話だと感じた次第であります。
そして何よりも、この本の帯に書かれている通り、中高生に一番読んでほしい本というのは、まさにその通りだと思いました。私も自分の子供が中学生になった時には、必ずや読ませようと思います。それでは皆さん、今回もどうもありがとうございました。サワディカー。使い切られた命に